All right, that's enough. I'm recording. Mine includes voices. Let's see if we get that weird death glitch again. お守りください。 僧侶の後に続く。 So I guess the scroll is inside. Where did you find the scroll? わしの巻物ではないか。なくしたはずの。 Oh. 盗まれた仏具は多数あれど。 Never had to get here. 本尊はどこにも見つからない。 民のためにも。 ご本尊を探してください。クロードは寺の外へと歩みを進め、クロードを生きたまま食い殺そうと鬼が待ち構えていた。闇ガラス。Whoa。力を合わせるぞ。 本尊の他にも、蒙古がたどる道を記した地図を荷車から見つけた。 クロードは地図に記された一つ目の地に到着し、攻めの手を練る。
来ました。やつらです。もうこのタイの残党が近づいてきている。クロードを生きたまま食い殺そうと鬼が待ち構えていた。クロードは地図に記された最後の地、ウムギの沼地にたどり着いた。大木のような鬼がクロードの行く手に立ちはだかっていた。闇ガラス！鬼との戦いが始まる。蒙古兵が盗んできた仏像と仏具、そして伊予の税を守ろうと必死だ。
闇ガラス。最後の敵が倒れ、イオの企みはついえた。仏像と仏具は寺に返され、二度と盗まれぬよう見張りがついたという。だがある者は、それは決して滅びたわけではなく、再び人の世に現れる機会を息を潜めて狙っている。鬼が死ぬや否や、クロードを呼ぶかのようなつづらが開いた。